入る？止めちゃったよ。あ、ほら、こっちであるか。ハランくん、あるなら役入れるよ。ルンルンが足が不自由になってきたもんで、部屋へ入る時の段差がちょっときついもんでスロープを作りました。これであと滑り止めの、おお、ベルちゃん外そうと思えばビスで簡単に外せますよ。これで最初の一段が、これはドアの関係があるから仕方ないけど楽に登れると思います。こらこらこら、食べないの、そんなの。ダメだよ、ネジなんか食べれば。スロープきれいにできました。ここへ滑り止めの人工芝を買ってきて貼れば、これで運動も比較的楽に歩けると思います。今日は暑いですね。何度だ。今日は28度。ベルは元気でした。ルンルンは定位置で扇風機の前で、シャルトって犬舎の涼しいところよりも外がいいみたいな。屋根の下で28度から25度ぐらいかな、ね、24度だと思うね。扇風機で涼んでます。ルンルンも埼玉生まれが暑いの慣れてるよね。アラン君は暑いの苦手で犬舎です。犬舎も扉が開いてるから23度、でも涼しいや。いい子で外出る、どうする、出るか。はいよ、お家の方はもっと涼しいよ。出るや、あ、出るよ、来た。どうすんの。あ、出るなら出なさい。出ちゃいなさい。閉めちゃうか。ほらほら、鹿の角があって、出ると喧嘩になっちゃう。ほら、止めるよ、エアコン。どうするの、犬舎がいいの。犬舎がいいなら入ってなさい、ほら。なんか。中入ってください。中いいの。あ、じゃあ入ってます。入って。ベルちゃんいいの。嫌だってパパ。もうすごくて嫌だって。ベルちゃんおいで、こっち。ベルちゃん外出て。